こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾンからのメールで、このホリデーシーズンの、ま、ゲームとおもちゃの販売についてというようなね、えー、メールが届いてるかと思います。まこれ、私たちは FBA を使ってアマゾン室取り組んでますんでね。えー、特に、ま、基準とかクリアしなくても、ま、おもちゃ、ゲーム、販売できます。しかし、無在庫販売者は、 え、ホリデーシーズン入りすると消えます。まあ、なぜならね、え、基準をクリアしてる、え、無在庫販売者って少ないんで、まあ、今たくさん出てる人たち、ね、おもちゃとゲームからはいなくなるというのが考えられます。まあ、そんなわけでね、え、おもちゃとゲームを販売してる人は、ま、販売量が増えるという可能性が高いんで、まあ、在庫切れを起こさないように、受け取りがね、もう、あの、かなりホリデーシーズン入ると遅れます。で、どうもね、え、やっぱり、 すごい荷物が届いてるみたくて、オーストラーアマゾン受け取りミスとかも起こってきてますんでね。まあ、できるだけミスされないような、えー、多品種、似たような商品をたくさん送るとミス起こりがちなんでね。えー、多品種を、えー、似たような、えー、梱包にして、えー、同じ箱に入れて納品しないとか。まあそういう工夫がね、ちょっとホリディーシーズン終わるまではやった方がいいです。これはあの、おもちゃとゲームに限らずどんな商品でも、まあ、今年の このホリデーシーズンからか、おそらくオーストラーアマゾン本格化するんでね、えー、倉庫、シドニーの倉庫、ねえー、一旦閉めて、えー、で、拡張してましたけど、まあ、広がって運営がスムーズにいってるかと言ったらね、ちょっと疑問な部分があるんで、納品で間違い起こされにくいような納品をすると。 あと、それから、ま、これ、仮にもうね、今ね、あんまり商品見つかってなくても、このホリデーシーズンで購入者増えたら、えー、来年以降、今までとは段違いにやっぱね、えー、売れるようになります。というのもね、会員さんの中で、あれは私自身があまりね、え、補充しなくて、あの、割と、オーストラリアの えー、在庫ほったらかしになってるんですけど、今までね、えー、全然売れなかった商品がここ、えー、1ヶ月ぐらいポツポツね、売れてきてるんであ、やっぱりね、客層広がってきたなと、客層増えてるんだな、お客さん増えてるんだなというのが考えられます。何しろ私ね、値下げとか一切してないんで、売れないのをずっと置いといたのがね、ポチポチここで売れてきてるんで、えー、またこれから売れるようになりますし、これでシーズン納品が遅れても、終わった後も、えー、購入者が増えて売れるという状態はね、えー、続きますんで。 ま、こっから面白くなっていくんでね、えー、どんどん商品探しを進めていってください。また、商品相談、あるいはね、ご報告、えー、質問、お待ちしてます。Amazon サポーター堀秀夫でした。